挨拶ロストインパラダイス、どうもクロです。というわけで本日も始まりました、面白い作品をより面白くするための考察チャンネルのお時間でございます。本日は土曜日ということで、買いましたジャンプ土曜日ということで、発売日をね勘違いしてた方も昨日も多かったんですけれども、今回のジャンプは合併号、そして今度の月曜日が成人の日ということで祝日となってるということで、本日土曜日発売となっております。ご注意ください。ということで本日は呪術廻戦最新247話までの内容を含みます。単行本派の方、未読の方はネタバレご注意ください。そしてまだ未登録で見てくださってる方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで、まずは前回のざっくりとした振り返り。前回、ヒグルマの戦闘経験の浅さが裏目に出て、スクナの術式ではなく、カムトケが没収されてしまいました。そしてやはり、新影流、海流機を使う草壁の役割は、守り。さらに、スクナが言っていたように、全員の基礎的な磁力強化術が著しく向上してるな、ということで、参戦してるメンバーが、歌姫のそろそろキンクを施されている。それぞれが何かしらの縛りをしている。空白の1ヶ月間で、五条サトルが稽古した、この辺りが考えられそうです。ただ新影流海流機で守っているけれども、スクナの攻撃領域内以外の鉢は相手に触れて発動する。この触れられた鉢、そしてゼロ距離で放たれた貝、そして世界を絶つ斬撃、この3つに関しては磁力強化しても転炎をしても海流機をしても防御不可、基本即死と考えていいだろうな、ということでこの斬撃を注意しながら戦わなければならない。そして中距離攻撃の要、長宗はスクナによって体をぶち抜かれてしまいました。そしてナナミンの生倉を継承する猪くん、この生倉はナナミンの術式が呪具化したものかということで、頭角呪法の効果七三でクリティカルヒットを生み出す、これが付与されてるようです。それを後輩である猪くんが継承、そして呪いの王との戦いで火車はもう死を覚悟している、もう虎杖の目を見ることもできなくなってしまった。そのように言っていた火車が領域転炎をし、その領域転炎をしながら処刑人の剣を権限させるというとんでもないイレギュラーなことをして、五条悟と並ぶほどの才能の原石にこのような半端ない文言が書かれて終わっていた246話でございました。そこからの続き、まず最初に書かれました領域転炎の再現、それ以上にスクナの目を引いたのは転炎による術式効果の中断と再開だった。はい、まず領域転炎とは何ぞやということなんですけれども、ざっくり言うと新影流海流機と同じようなもの。領域展開が相手を閉じ込める箱や檻とするならば、領域転炎は自分の周りを包む水、これによって要は術式を中和できると。前回ね、草壁が守りっていう風にも言われていましたが、新影流海流機もこの領域転炎と同じような効果があるからですね。で、本来この領域転炎のデメリットっていうのは、領域転炎と体に刻まれている聖徳術式は同時に使えない。これがありまして、だから渋谷事変で、花見がね、領域転炎を解いた瞬間に五条悟に目の木を掴まれて、ドリュ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 と引っこ抜かれてしまったと。特級呪霊であっても、領域転炎と聖徳術式ってのはこの切り替えが必要だったんだけれども、火車は領域転炎をしながら、中断していた術式を再開するという、とんでもねえことをしていたと。だから前回にもね、再び高校と光を放つっていう風に書かれていたわけですね。領域転炎と聖徳術式を切り替えた場合、術式は無効、リセットされるはずなんだけど、それを無効じゃなく術式を中断しており、それを再開させたと。限りなくスクナの運用方法に近いようなやり方を火車はできている。まさに五条悟に並ぶ才能の原石をスクナに見せつけたってわけ。そして足場が崩されてスクナに攻め込まれ、ここで虎杖くんが前回設定が明らかになりました、防御不可の斬撃、相手に触れて発動する鉢、これをされてしまいました。ということで今回の虎杖のこの網目状の斬撃、そして最後の火車の網目状の斬撃、これが相手に触れて発動する鉢だと思われる。ただ虎杖くん、これ体だいぶ持ってかれてるけど大丈夫と。はい、以前虎杖くんは臓器が出てなきゃ大丈夫と謎の暴論をぶっかましてましたが、これは臓器が出る出ないのレベルではなく、もう体が持ってかれてるよねと。草壁の新影流海流機のように守りキャラはいるけれども、やっぱり回復キャラがいないのはこの戦いにおいてきつくないですかと。スクナにもいい加減理解しろ、お前はつまらんと。やっぱ主人公がちょっと空気すぎるんだよな。早く虎杖くんの覚醒というか、あの謎の手の能力を教えてほしいよね。そして竜輪反発頭蓋の流星回ということで、これ鹿島くんとの戦いでも使っていた世界を絶つ斬撃で、火車が右手左手と徐々に体を切り刻まれていく。絶対こんなコーチやだ
スパルタすぎる。スクナさんがスパンスパン切りながら、どうした早く反転術式しないと切り刻まれて死んじゃうぞみたいな教育の仕方みたいな、反転術式を促すわけですよね。まあ完全にスクナさん、舐めてますよね。この頑張れ頑張れっていうのは渋谷事変の上後戦の時にも言ってました。ただ、ここで長宗の中距離攻撃先決。これは、クソーズ、カッコ兄のと、このカッコ兄のって面白いよね。まあ、スクナさんがしぶといな、というふうに言ってるということで、前回腹を貫通させられた長宗が、なんとか無事で、加勢をしてくれてるようです。で、ここですよね。火車が、不完全ながらも、反転術式で手を修復。ただこれ、切り傷とかの治癒なんかじゃなく、以前石堀が、ない腕を生やすなんて芸当はそうできねえ、と言っていた、ない腕を生やすこれをやってのけると。反転術式の精度も不完全なものですが相当なものですよね。わずか2ヶ月弱でここまでできるのは、もう五条悟を超えてるかもしれない。ない腕を生やして処刑人の剣で宿儺の腕を切ることができるけれども、なんと宿儺さんはトカゲの尻尾方式ということで腕を自切して、だから分離させたと。ということで一撃必殺を避けたわけですが、ここ宿儺の4本ある腕のうちの1本を失わせたということで、これはかなり大きい、ポジティブに捉えていいことなのかなと思います。今の宿儺っていうのは五条戦の影響でおそらく領域展開が使えない、反転術式の治癒も鈍くなってるってことが言われてました。これまで見た目的にはダメージがないように見えますが、あれは一度だけできる受肉の再開により、体をこねくり回して今の形になってるので、反転術式で全回復したとかじゃないんですよね。なので五条戦でのダメージが残った状態、体が全回復してない状態で、さらに勝因などで必要になる腕一本、これをなくせたっていうのはなかなかでかそう。まあ、ただ宿儺さんそもそもが4本あるので、まあ、まだ結ぶことはできそうですけど、ただここで火車が宿儺さんの腕一本に腹をつかまれちゃってるということで、相手に触れて発動する斬撃8、これを食らってしまうと。そして実はまだありました、過去のやり取り。草壁と火車、死後呪いが強まることはないわけじゃない、むしろ一般的な呪いのイメージとしてはそちらの方がしっくりくる。ということでこの流れを見ても、火車は自分の死、これをもって処刑人の剣を虎杖に託すと。ここの最後の虎杖と火車のアイコンタクトが熱すぎる。前回火車は、俺はもう君の目すらまともに見れない人間になってしまったんだ、このように言ってましたが、ここで虎杖の目を見て託す。しかもここちゃんと目元ピックアップされてますよね。火車が以前言っていたセリフ、私だけは目を開けていたい。火車という名前はひまわりの別名。ひまわりはこちらの表紙でも描かれ、弁護士バッジのモチーフにもなっている。そんなひまわりの花言葉は、あなただけを見つめる。最後の最後で虎杖の目を見ることができなかった火車が、虎杖の目をしっかり見つめて呪いを託す。とんでもない回収です。なのでチートである処刑人の剣を他者に託す、以前考察していたこれができましたね。これは虎杖、宿儺、火車、この3人で裁判をしたことにより、虎杖のみに託すことができるっていう可能性もありますが、まあこの描かれ方的にも、前回明らかになった設定的にも、ナナミンの後は頼みます的にも、これらをひっくるめて加味すると、ナナミンの術式が生倉に宿って継承されたように、火車が死ぬことによって、火車の術式の派生である処刑人の剣が呪具として虎杖に継承された。この死後のジャッジがちょっと難しいですが、流れ的にはこっちの方が綺麗ですよね。そして最後、俺は呪術師だということで、これも熱すぎるセリフ。ここは過去のナナミンとのやり取り、ナナミンが初登場してきた時に、私もあなたを術師として認めていない、このように言われていた虎杖、しかし幼魚と酒鉢を経て、虎杖くん君はもう呪術師なんですから、このように言われ、そしてナナミンが死んでしまった後、渋谷事変での真人戦では、ナナミンなら怒りで我を忘れるようなヘマはしなかった、証明しろ俺は呪術師だという流れにもなってましたので、この247話は火車、そしてナナミンという虎杖を支える大人キャラの役割がこれでもかってぐらい繋がってくる流れとなっております。ということで虎杖くんが処刑人の剣を託され、宿儺の背後から処刑人の剣を振りかざすことができましたが、ただ僕たちは信じないよ。呪術廻戦読者は特別な訓練を受けておりますということで、このあまりにも上げて展開は次回地獄に叩き落
とされる可能性大なので、まああまり信頼はしておりません。今回の事後予告で火車から受け継いだ虎杖、必死の一撃はということで、次回も場面転換はされず、このまま新宿決戦の流れで行くっぽいです。さらに今回も合併後、そして土曜日発売だったということで、なんと次回が1月22日までお預けということで、だいぶ期間が空いちゃいます。ということで、その期間までの間、まあ五色コロニーでのね、乙骨、そして賢者の後釜だったり、全く出てきてないマキが何をしてるのか、これも今後絶対鍵になってくるでしょうから、またそちらは個別で、この実質救済期間を皆様とあれこれ考えたいと思います。ぜひ皆様の意見や感想考察も下のコメント欄で教えてください。早く呪術廻戦の主人公の覚醒展開が見たいよと思った方は高評価、コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。考察最高。では